こんばんばは作曲家のコオロギです今ね、新型コロナウイルスとかでいろいろありますけど、それってね、一過性のものじゃなくて、今後ね、社会って大きく変わっていくと思うんですよ。それでね、今までやってきたことが継続してできない、新しいことをやらなきゃいけないっていう方が多くなってくると思います。なので、今回はどうやってね、新しいことを始めていけばいいかっていうことについてお話ししたいと思います。あの、僕、新しいことを始めるのが大好きなんですよ。音楽のことでも自動作曲ソフトとか AI を 使ったソフトウェアとかあとモデリングマイクとかモデリングギターとかのそういう新しいテクノロジーを使ったものをすぐ試してみたりだとかあとね脳幹とか三味線とかそういう自分が触れたことがない楽器を始めてみたりとか最近はねこういう動画を撮ったり手書きアニメとか 3D のモデリングをやったりしてますこういう感じの人間がこれからお話をします新しいことを始めるにはまず心理的な問題をクリアするっていうことが大事だなと思いますやっっぱり新しいいことに手手を出すのが苦手っていう方は 心理的な問題が大きいと思ってますそこをねどうクリアしていくのかということですねどれだけまあ心をね軽くしていくかっていうことの心構えっていうのをこれからお話ししたいと思います4つありますね新しいって気持ちいい若くなくても新しいことは覚えられる失敗の経験も成長興味が冷めないうちにすぐやろうってことです新しいことって気持ちがいいんですよ人間ってね成長曲線っていうのがあって物事を始めて それが身についていく成長の曲線があるんですけどそれは始めた瞬間っていうのが一番ね上がり幅が大きいわけですよ続けるに従ってだんだんとね緩やかになっていくこうギュッといってスーッとね緩やかになっていくわけですけど緩やかになななっってきててき成長が止まり始めると面白くなくなっていくいわけですよねこの始めたての成長が一番激しい部分っていうのが一番気持ちいいわけなんで。 新しいことをやり続けると、この気持ちいい部分だけを何度も何度も体験できるっていう、それがね、気持ちいいんですよ。ゲームとかもね、結構似たようなものですよね。ゲームの新作って楽しいじゃないですか。それってやっぱりね、学び、成長してるからなんですよ。 楽しくてまあ何度も何度も同じゲームをやってるとだんだん飽きてくるっていう成長が止まってるそういうね新しいゲームを始めるように新しいことを始めるっていうのがねいいのかなと思いますねいやー俺もう年だから新しいことはねちょっと覚えらんないわっていう人がね結構いるんですよあのもう30歳にもなってないのにそんなこと言う人が結構いるんですけど若くなくても新しいことは覚えられます若い学生の人でね3年でこれだけ成長しましたみたいなね画像とかあるじゃないですかそれすごいなと思うんですけど 逆にね。 自分も3年でででここまで成長できるんだなっていうのは思いますね自分は単にやってないからできないだけで、まあ、やったらできるなっていうね、そういうニートみたいなマインドなんですけど、そもそもね、若い人がなぜそんなに短期間で成長するのかっていうと、今、YouTube とか学ぶツールがすごく進化してるんですよ。教則本も久しぶりに同じようなの見たら、すごくわかりやすくなってたりするんですよ。なので、実は年のせいじゃなくて、学ぶツールの変化のせいで、学ぶ速度っていうのが変わってきてるんじゃないかなと思ってます。昔ね それに取り組んだけどうまく上達しなかったっていう経験があるのかもしれないんですけど今新しいツールでやれば同じよううな期間ででで成長できる可能性っていいのは高いです年配の方とか昔パソコンが難しくて挫折したっていう方いるんですけどやっぱり昔のパソコンってね操作が複雑でね難しかったんですけどそれでね今になったらまた機能が増えてもっと複雑になってるんじゃないかって思ってる方がいると思うんですけど逆に今は UI とかが綺麗になってきてすごく扱いやすいんですよね。 なので昔一度ね挫折した経験があってももう一回やってみるとねうまくいくっていうことありますのでその若くなくても新しいことはね終えられますあと失敗のの経験っていうのも、ね、成長になります道具とか買ってね結局あんまりやらなかったらどうしようかなっていう方もねいると思うんですけどそういうのを含めて失敗した経験っていうのもね成長なんですよね。失敗は気持ちい,い自分分が知らない分野ほど そういう失敗が多くて成長になります。道具とかね、あんまり安いのを買うと良くないよって言われるんですけど、もう最初はね、安いのをとっとと買った方がいいんですよ。悩む時間っていうのはもったいない。失敗したら、ね、もっといいのを買えばいいわけですよね。結局、自分の分からない範囲のことって、触ってみないと、その先のことが分からないんですよ。ああ、もっとこうすればよかったなーっていうのは、実際やってみたり、買ってみたりしないと分からないんですよ。今はメルカリみたいなね、フリマアプリもあるんで、すぐ売れるんでね。現代において、機材の失敗のリスクって特に 少ないんじゃないかなと思ってます僕もね色々いろいろ楽器を買ってね失敗してることで結構あるんですよ全然弾けないとか変な楽器買っちゃったとかあるんですけどでもそれって成長ですよね例えばねバイオリン失敗したっていう動画を出したんですけどバイオリンはここが難しいなとかあこういう音の出し方をするんだとかそういうね学びがあったわけですよね仕事でねバイオリンの方に会うっていうのもあって曲を作る時にそういう知識が役に立ったりとか 単純に雑談でねバイオリン買ったけどめちゃくちゃちっちゃくて子供よ用かと思ったみたいな雑談になったりとかねそういう、まあ、ネタにもなったりしますしね。なのでもうね全然ね失敗してもいいから始めようっていうことですね。で何かを始める時には これいいなと思った瞬間にやりましょう。あの、やっぱりね、興味ってね、時間を経つにつれて失っていくんですよ。なので、ちょっとこの期間終わったらやろうかなとか、そういうことを考えてると、だんだん熱が冷めてきて、やっぱりいいやってなっちゃう。その前に、やる気のあるうちに、すぐ手を出しとくっていうのが大事になってきます。少しそれができるようになったら、やる気がなくても、作業できるようになるんですよ。 スキルがついたらで手を動かすことによって新しいアイディアも出てくるやっぱり実際にやって頭の中をそういう脳みそに切り替えとかないとアイディアも出てこないんですよねやっぱり一番最初何かを始めるときはやる気になったときが一番大事でなので常にすぐ始められるように時間的な余裕とか精神的な余裕を常に持っておくっていうのが大事です で自分の興味を持ったことがすぐ役に立たないようなことでもいいんですよ今すぐ稼げるスキルを身につけようとかじゃなくて10年後20年後くらいに何かものになってたらいいなっていうぐらいで 感覚で始めてみていいと思います。興味があるからね、何になるか分かんないけど、やってみようっていうのがね、すごく大事だなと思います。そういう無駄なことって、時間が経つにつれて、だんだん効いてくるんじゃないかなと思ってますね。稼ぐためにこのスキルを身につけようっていうマインドでやっちゃうと、競争の中に入ってしまうんですよ。自分がしょぼい状態から、すごい競争の中に入っていかなくなっちゃうっていうのは、精神的にかなりきつくて、何かを始めるときは、趣味的に始めるのが一番いいと思うんですよね。競争相手がいない状態。例えば、YouTube って今、稼ぐの 今すごく大変ですよね。クオリティの高い動画の人がたくさんいるわけですよね。自分と比べてあ自分しょぼい動画作ってるなと思いながら動画を作んなきゃいけない。競争しちゃうとそうなっちゃうんですよ。でも採算を取らずに趣味的に動画をやろうと思ったらあんまり気になんないじゃないですか。実際僕も YouTube はね趣味的にやっててしゃべることの練習をしようとか動画を撮る練習をしようとかそういう趣味的にやってます。 なので気分が軽く始められています。で、ここまでが新しいことって気持ちいいってことと、若くなくても新しいことは覚えられるっていうことと、失敗の経験も成長っていうことと、興味が冷めないうちにやろうってことが新しいことを始めるための心構えです。で、ここからは新しいことを始めた時にしんどい部分をどうやって抜けるかっていう話をします。僕もね、新しいことを始めるの大好きなんですけど、やっぱりそれでもね、 しんどいチャレンジっていうのはね、ちょこちょこありますね。特にね、全然知らない分野の最初の期間はしんどいです。そこをね、どうやって抜けるのかと。4つあって、とにかく手を動かす。時間を置いて何度もチャレンジする。何度も別の方向からチャレンジする。人に習うってうことですね。で、あの、とにかく手を動かせってよく言われると思うんですけど、実際どうやって手を動かせばいいのって思いますよね。そういう時は、チュートリアルを見るといいです。本とか動画とかのチュートリアルですね。見て、その通りに手を動かすと。 そうすると自分の頭でほとんど考えなくても身についていきます。で、余裕があったら自分なりのアレンジを加えて発展させていけばいいです。あと、短い期間でのトライアンドエラーを早くする。この前ね、実家に帰った時に、おいっことか姪っ子もね、一緒に帰ってたんですよ。おいっこと親の両方に iPad の使い方を教えてたんですけど、それに違いがあって、子供の方が 教えてからの触る速度が速い。お絵描きソフトを渡して1秒後ぐらいにはもう描き始めてましたから、逆に親の方ボタンとかすごく慎重に押すんですよね。やっぱり子供の学習が速いっていうのはそういうトライアンドエラーがすごく速い。 んじじゃゃななななないいいかかかとととと思っっててててにくく早試しし失敗みるうことが大事ますねやっぱりね手数っていうのは大事で時間を置いてね何度もチャレンジするっていうのもいいですねそうすることで最初の期間を超えることができます失敗っていうかね始めて途中でやめちゃってもいいんですよ途中でやめるけどいろんなことをやってまた戻ってきてもう一回やってみるっていうのもねうまくいくときがあります 先ほど言ったようにね、時間が経つほどツールとかチュートリアルが進化するんですよ。昔一回挫折したって言っても、もう一回持ってきたら、あの、うまくいくっていうことがあります。で、次は何度も別方向からチャレンジするっていうことですね。大体いいね、しんどいチャレンジをしなければいけないっていう時はね、目的があるんですよね。例えば僕は音楽につける動画、 を作りたいいなと思っててあのそういう目的があるんですけど実写でカメラで撮った映像をやってみてもうん何かうまくいかないなっていう感じで次は、まあ、VR 内で撮影してみようかなとか手書きアニメやってみようかなとか次は 3D アニメを作ってみよう。 とかそういいいいうふうにににね目目的的対してててててて手段ををスライドさせくくこことととよっっっっままでをちょっとずつ掘り進めやすそうすると、カメラワークとか、照明とか、そういう大きなスキルは身についてくるんですよ。そういうね、目的に対して手段をスライドさせることによって、興味も失わないし、自分が得意な手段が見つかって、目的まで到達できるんじゃないかと思います。僕はあんまりやらないんですけど、人に習うっていうのもね、結構いいんじゃないかなと思ってます。最初の期間っていうのは、 本当に、ね、何をすればいいのか何を学べばいいのかすら分かんないんですよね特にねプログラムなんかめちゃくちゃ苦労しました成果物がまずできないからフィードバックが誰からももらえないっていう状態があってやっぱりそういう点でねしんどいなっていう時は先生を一人つけて教えてもらうっていうのがいいかなと思いますでお金をねちゃんと払ったりとか先生の時間を拘束するっていうことでモチベーションになるんで最後に新しいことを始めないとどうなっていくか。 っていうことなんですけどあまりね脅すようなことは言いたくないんですけど現実問題として稼げなくなっていくんじゃないかなっていうのがありますね時代が進むにつれ新しい技術とか稼ぎ方っていうのが出てくるわけですよね昔僕のおじいちゃんなんかは川に水を汲みに行くっていうのが子供の時の仕事だったらしいんですけど川まで水を汲みに行くのがどんなに早くなっても水道の安さとか便利さにはかなわないですよねそれで必要なスキルも全然違いますよね川に水を汲みに行くなら体力 音とかが必要なんだけど水道とかそのメンテナンスのスキルとか必要なものが全然違うでも成果物は一緒なわけですよ時代が変わるってやっぱそういうことなんですよ一つのスキルをすごく突き詰めるより他のスキルに移っていった方が早く先に行けるんじゃないかなと音楽家も音楽だけじゃなくて動画とか自分の見せ方とかそういうものと融合させて表現するってのが当たり前になってきてるわけですよね必要なスキルとか評価軸も変わってきてる変化してる周りがあと新しいこと 始める癖をつけとかないと新しいことができなくなっちゃうっていうのがあって例えばあの引きこもりの方とかいると思うんですけど。 やっぱりね、長く引きこもりやってると、やってればやってるほど、外に出るハードルっていうのが高くなるじゃないですか。学校も一回休んだら行きづらくなるみたいなのがあって、ちょこちょこ新しいことをやって、できない自分からできる自分にするっていう体験を普段からやっておかないと、だんだんね、そのハードルが高くなっていくんですよ。それがね、どのジャンルにおいても、新しいこと始めるにはちょっとなーってね、仕事でもプライベートでもそういうマインドになってきちゃうわけですよね。逆に、 いつも新しいことをやるっていう癖をつけとくと自分は新しいことを学ぶのが得意だっていうマインドになってくるわけですよそのマインドになることで能力自体が上がってくるというわけでいかがだったでしょうかまあ新しいことねそんな大きなことでなくてもいいから細かいことで普段から新しいことをやってそういうマインドにしていくっていうのがねいいんじゃないかなと思いますねあとこれおまけなんですけど今までね見せてなかった自分の一面とか全然できない自分のしょぼいところとかを人に見せるのってすごく恥ずかしいじゃない でもね恥ずかしいのって気持ちいいんですよ。なのでねその「恥ずかしいけど気持ちいい」っていうマインドを持って発信をするようにしてます。ではまた。